チリ紙、チリ紙は和紙の一種。本来は構造の外皮のクズが原料で一般の和紙を包装する際、その上下に中の和紙を保護する目的、蓋紙として作られた。書道などで使用される藩紙の一度に数百枚を束ねたものには、10枚または20枚ごとに低級な和紙が仕切りとして使われている。使用範囲は他にも多数割、ふすなどの内張り、その他、 高級足でなくとも代用可能な場所に使用されていた。日本では昭和の後半まではチリ紙がティッシュペーパーやトイレットペーパーの役目をしていた。トイレットペーパーの役割をするチリ紙を平イラチリ紙、落とし紙と呼びトイレットペーパーの普及による需要の減少により製造を止める業者が相次いだが愛好家、ペットの後始末。 介護の現場での利用など新たな需要もあり、令和に入っても製造を続ける業者は残っている。推薦弁器に流されたチリシ中国語では、チリ紙のことを手紙と書き、現在でもチリ紙がティッシュペーパー、トイレットペーパーとして用いられている。かつては消費者から腰を受け取り、チリ紙と交換する業者がおり、そのため腰回収をチリ紙交換と呼ぶ。 製品情報巻き製紙株式会社、ありがとうございます。